よしおです。あいかです。2人合わせてよしおとあいかです。まあそのまんまなんですけども、はい、本日皆様にちょっと重大な発表が2つございまして。お、何でしょう。はい、じゃあまず1つ目を発表させていただきます。ドゥルル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 じゃん。ですね、僕たち今日から YouTuber デビューします。はい、おめでとうございます。話題の YouTuber。 はい、はい、僕よしおはですね、まあ、はやバツイチになって、はやバツイチになり、はやまあバツイチなんですよね。そうですね、バツイチになり 4年ぐらいですかね、うん、なったんですけども、まあその間に僕いろいろ人生が激変しまして、でまあその中でもパートナーシップも特にすっごく面白い、本当に面白い。いろいろありましたね。そう、いろいろあったので、はい、その体験談とか、その中からの気づきとか、その経験を得て今愛香と付き合ってからのその向き合い方とかっていうのをまあ参考に、まあ皆さんにお話しさせていただけたらなと思いまして、で今回こういう形になったんですけども、はい、愛香さんもそうですよね。そうですね、はい、私もまあ男性に尽くして尽くしまくって最後に振られるという人生を送っていたんですけど、はい、変な顔せんとにちゃんと聞いて、はいはいはい、でけれども、うん、まあ今回そうです、ね、こうやってね、うん、よしおという、うん、これから、まあ、ずっと大切にしたいなと思えるパートナーに出会いました。だその時に、うん、よしおと私のこう、うん、向き合い方、うんね、うん、パートナーシップが、ね、なんかすごく参考になるっていうお話をいただきまして、うん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 、あ、これはなんか私もとよしおはブログでコツコツと発信してるんですけれど、ちゃんと動画っていう形でも発信していけたらなっていうことで、今回YouTube の、ね、チャンネル解説に至りました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。丁寧なご説明ありがとうございます。はい、さすがプロでございます。MC なのでね、プロでございます。はい、でもじゃあもう一個重大な発表がありまして、うんうん、何でしょう。いいですか。いいですか。はい、いいですか。何？僕たち結婚します。イエーイ。はい、ありがとうございます。まあ、正式にイエーイ、正式には来月の11月11日に籍を入れさせてもらうんですけども、それまでの間の、まあ、2人の心境の変化だったりとか、うん、まあ、あとはこれから皆さん関わっていく皆さんに対してのいろいろ恩返しと感謝の気持ちを込めて、であとこれからこう結婚、若い世代が結婚することに、ね、ちょっと壁があるっていう方に対して、うん、その結婚というのは何ぞやと、うん、結婚してからのスタートとは何ぞやというのを、うん、まあ、この動画で紹介できたらなと思っております。はい、はい、で結婚式もですね、うん、予定を立てまして、はい、来年2020年2月2日に結婚式を挙げることになりました。ありがとうございます。で結婚式を挙げる人も、まあ、年々少なくなっているらしくって、うん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 、でもその中でどうして私たちが結婚式を挙げようと思ったのか、うん、そうですね、でかつ、はい、なんかやっぱり自分たちはまだ、まあ、私含め若いので結婚式ってすごくお金がかかるんじゃないかっていうイメージがあるんですよね。だそのあたりももう赤裸々に結婚式にかかったお金、わお、ね、全部公開していきたいと思っています。そうですね、はい、で結婚式ってこんな楽しいもんなんだよっていうのをね伝えれればと思っております。そうですね、はい、はい、では今後ぜひ更新お楽しみにしていてください。はい、ちょっと最後にちょっといいですか。はい、はい、僕たちはまあ、こう結婚するんですけど、実は全部逆プロポーズで、何で言うの、愛香さんがこう全部告白したんですけども、今回僕ちょっとここでプロポーズしたいと思います。公開プロポーズ。え、なんで？で、こっち見てもらっていいですか？なになに、はいはいはい、なになに、いきます。僕と結婚してください。え、お願いします。なんでなんで照れてんの。本気で、本気で、これはサプライズで言おうと思ってた、ずっと今日動画を撮るって言ってたから。ん？ん？僕と結婚してください。リアリー？リアリー。ガチ？ガチ。5分以内しかないんだよ。大丈夫。本当に？本当に。僕と結婚してください。はいと、はい、ありがとうございます、というガチなテレでございまして、はい、本当にこれはサプライズでやっております。ちゃんと言われた。ちゃんと言われ、ちゃんと言いました。こう実は付き合うのも
結婚しようって言われたのも実は愛香さんからの方から来てて、ちょっと今日本当に動画を1週間前から撮ろうって言われてて、実はマジで内緒にしてました大丈夫ということで、はい、最後はおのろけですが、こんな感じでビシッと決めるとき決めるよしおとデレデレの愛香さんがもう今ね放心状態で喋れません、はい、うん、はい、そうですね、はい、こんな感じで、まあ、のろけながら、まあ、こうハッピーをね、今ちょっとねこう今のご時世こう不幸な話題が多いですけども、ハッピーをねこう発信してもいいんだよと、もっとみんなウキウキしようよっていうのをね伝えれればと思っております。顔真っ赤だけど大丈夫、本気でそれでは吉尾と愛香の何それではまた次回の動画をお楽しみにしてください。ではさようなら、バイバーイ。ありがとうございます。